昨日、小山町の県道で観光バスが横転し、1人が死亡、35人が重軽傷を負った事故で、警察は今日埼玉県内のバス会社の家宅捜索を行いました。この事故は、昨日正午ごろ、静岡県小山町の県道富士浅見ラインで大型観光バスが横転したもので、乗客乗員36人のうち、女性1人が死亡、35人が重軽傷を負いました。 警察によりますと、死亡した埼玉県入間市の無職、枝川恵美子さん、74歳は、右側を下に横転したバスの右側の席に座っていて、右腕の損傷による出血が多かったことなどが死因とみられるということです。警察はバスを運転していた野口雄太容疑者、26歳を現行犯逮捕しました。これを受け、埼玉県飯能市にある三杉観光バスの本社と営業所 過失運転致死容疑で家宅捜索し野口容疑者の健康状態やこれまでに行った研修を確認できる資料の応酬を目的としています小山町須ばしの上空ですブレーキ痕のあたりでしょうか警察が道路に白く印をつけながら事故現場付近を調べています また、事故現場では 3D カメラを使って道路の形状やタイヤ痕などを確認。警察によると、現場の剣道で事故車両によるものとみられるタイヤ痕が残っていたということです。野口容疑者は天井員に対し、ブレーキが効かなくなったと話していて、ブレーキの使いすぎにより機器が著しく悪くなるフェード現象が起きた可能性も視野に捜査を進めています。